everyone. 今日は久しぶりに渡るさんがあの車を借りてくださったので、みんなでドライブに行きます。ドライブにっていうか、あの桃富ちゃんと亮太郎さんが後でジョインするんですけど、あの、まあ、2人が最近ね引っ越したばっかなので、一緒に IKEA に行こうっていう話をしてます。まあ、ちょっと今日は IKEA なりニトリなりを回っていこうかなと思ってます。 Let's go。無事に返すまでが遠足なんて引率者うん、俺しか免許がないってだけなんです。すごいね、4人中渡るさんしか免許持ってないけど、よくそれでアメリカで暮らしてた。そうだよね、ちょっとまあいろんなね助けてくれる人が周りにいて、私もアメリカめちゃめちゃ田舎の大学、オハイオ自体がサンフランシスコ、カリフォルニアと比べたら田舎になっちゃうかもしれない。まあ、私もね、アメリカの大学に行ってた4年間、ほぼフルフルで行ってたんですけど、なぜ車なしに生活できたのって今思います。結構大きいね。まあ、女の子だからね。そもそもだって学生の時とかもそうかもしれないけど、アイスクやっぱ免許あるないとか車で送り迎えできるできないっていう、デートに誘えないもん。デート誘ってたの？渡るインハイスコーだって必要でしょ。だって何でもかんでも親の送り迎えでやれてましたって言ったらかっこ悪いじゃん。そうだよね、高校生から車乗るって信じられないな今思えば。運転はちょっとなんかセンスもあるし、まあ、センスっていうか一番の懸念点はやっぱりなんていうか武器になり得るっていうか、人の命を奪うこともあるやっぱりものだから。私と渡るさんはちょっと結婚式の式場の確認に来てます。なので朝早く起きて、ちょっと葉山の近くに来てランチして、ちょっと会場を見てっていう感じですね。なのでちょっと IKEA の前にワンストップしてます。いいですね、たまにはこういういい天気でもないんだけど。何のスポーツなんだろうね。何を買う？ベッドルームのライトのシェード、今裸電気みたいなやつ。ああ、気にしたことなかった。そうでしょ。だってあの直接ほらライトボールがペンって出てきて、私たちがさ見てたあのガラスのラックは、ラックここじゃない、まだまだ先だな。俺はあれは買って帰る。え、それを買って帰るか。
それってガラス。あ、そうそう。あ、でもその前にこっち。I like this one. But that'll be too big for us. それかわいいじゃん。これがね、ここがゴールだったら考えるんだ。Oh, yeah, yeah. Of course. でも、silver でもいいと思う。Yeah. 渡るさんはこっちのね、雰囲気なんですよね、やっぱりね。すごい素敵だね、それ。キッチンの電柱、これ5000円。ん？5000円。安い。これどうしたんや。これ在庫切れ。あ、聞いたときたのに。注文するじゃん。注文するしかない。これ持ってくんだよね。え、持ってくの。あれ、なんかを持ってくんだよね。あ、え、こんなことなくね。まだベッドルーム駅です、我々は。二人を見失ったんだけど、もとみちゃんがピンク着てるからすぐ見つかる。ルパンのうんちボックスを買いました。まさかここでこんなものに出会うとは思ってなかったね。でも実験だそうです。活躍してくれよ。頼むマジで。本当にあれめっちゃめんどくさいんだから。だからって緑いつもだって入れないじゃん。入れてるよ。朝もうなんかうんちでドンドンみたいな。モテずドンみたいな。めんどくさがり屋の人をどうやってこうめんどくさがらずにさせるかって一つのポイントなんですよね。特に緑さん。こうやって渡るさんが私に生活を合わせてくれています。いや私に合わせてるんじゃない。私の性格で。どうこう快適に暮らせるかを考えてくれる。最後にあったら食べたくなっちゃう。50円とか。サクセスフォーイケア店。数量限定で販売しております。数に限りがございますので、ぜひお早めにスウェーデンフードマーケットにお立ち寄りください。 Waiting for Motomi and Ryoto. So they're gonna pick up the their furniture. Their table maybe. ご自宅でイデアレストランの間楽しめるテイクアウトメニューが見られます。スウェーデンの伝統的な料理スンブロードや、Are you going to share with me? カバンだけは死守したいからさ。あなたあっちゃこっちゃいない。あれタオル私今した。こんな人間にどうしてなってしまったんだろう。私はああ、もう回ったると見て川なのにこれ。なんでこの5分内でこんなパニックが何回も起きるんだと思う。その黄色いのかかっちゃったの、うん、ちょっと後ろにちょっと虎みたいな乾いてる。言えなくなったでしょ。これ渡さん、これちょっとあれだわ。
ね、本当に。大変っていうか、なんか徐々に、だからさ、終わりもないよね。でも2人結構すぐ家出来上がってなかった、なんかある程度。徐々に物は、揃っててたけど。2ヶ月ぐらいかかったよね、全部それ。本当。そもそもテーブルが11月後半とかって言ってもね。そうだね。トーンがいるよ、こっちか。何時ですか、今年は。何時？画質よ。画質ない。今年はルパに食べられない。今年は2歳、何歳誕生日？12月。何月なの？チェコ生まれでしょ。めっちゃ可愛い顔してんね。そうなの。同じ顔でも見て。同じ顔してる。ネズミかい。いや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 。じゃはい。じゃ。こんな綺麗な。あ、ごめんなさい。こういう感じなんだ。嬉しいね。ありがとうございます。めっちゃいい香り来てるよ。はい、ということで今回のイケアデートはおしまいです。ライトのシェードは買えなかったんですけど、ガラスのラックとルパンのね、うんちボックスが買えたのでとっても満足です。次回はルームツアーをやろうかなと思ってます。また楽しみにしてください。